ヒトギカガンは、東、特血第二カガン国旗のカガン。あしなほねはなの長子。姓は、足しなし、名は、ボクトゲレンという。カガン王である。ヒトギカガンは、ビルゲカガンの漢字表記名。足しなほねはなの子として生まれる。足しなほねはなが、天寿の初めに病死すると、その子のボクトゲレンは、まだ幼かったので、弟の足しボクセツが変わって、 カガンについた。開元4年6月、アシナボクセツが、特図の抜け絵片部に殺されると、小殺であった、ボクトゲレンは後を継いで、大カガンとなり、ヒトギカガンとこうした。この即位に際して、ヒトギカガンの弟である、ケツトクキンは、キューブを吸合し、アシナボクセツのこの小カガンを呼び小弟を殺すなどして、ヒトギカガンの即位に重要な役割を果たした。 この時、瞳加岸は、血徳金に位を譲ろうとしたが、血徳金が固辞したため、彼を左剣王に封じ、東特厥軍の兵馬を統水させることにした。また、牧節時の画官であった朝日翼国を任用し、彼の娘であるバー、北をカトンとした。ある時、高度のあことごとくランダが基準してきたので、瞳加岸は、塔の北平を犯そうとした。しかし、 朝日翼国が今はその時ではありませんと、人気河岸を勇めた。また、人気河岸が城壁の修復と仏教、道教の寺院の建築を提案した時も、朝日翼国は遊牧民がすることではありませんと勇めた。このようにして、朝日翼国は人気河岸政権のブレーン的存在となり、人気河岸もまた彼の検索に従った。元年月、 朝日翼国は、漢州、領州をあだし、領州都督の要刑術を敗走させ、刑部落をかすめて帰った。11月、特決は、領州をあだし、人を殺して、羊場、数万刑をかすめて去った。翌年が秋、これに対し党は抜け、室密、刑、吉端の兵を発し、東、特決へ進軍し、人気河岸を捕らえようとした。 開元14年11月、東特欠は剣士を送って、党に入庁した。開元15年9月、人トギ岩は、大臣の梅六節を党へ入庁させた。純月、特期瀬のイケル六と都番の三広氏は安西を包囲し、副大都後の尾音外帝はこれを打って敗走させる。改元二22年、人トギ岩は、大臣の梅六節に毒を盛られるが、すぐには死ななかったので、 梅六節を切り、その一味を滅ぼした上で死んだ。国人は、ヒトギカガンの子を立てて、依然カガンとした。カガトンコ娘ヒトギカガンの死後、彼の老いであるヨルリグテギンによって、オルホンカハンの星よ、サイダムに秘文が建てられた。これを、ビルゲカガン秘文と言い,い、その発見地から、星よサイダム秘文、オルホン秘文とも呼ばれる。ビルゲカガンとは、賢明なる、 加賀の意。観光年間に、東、特欠諸部落の来校譜者の多くは、豊州、昭州、霊州、夏州、昨州、大州の六州に移住させられた。これをコードという、ありがとうございます。